高崎城、双葉町出身です。オーバーオールズというアート集団の方たちと、双葉アートディストリクトというアート活動をしております。双葉町は、来年、解除され住めるようになる町なんですけども、悲しい町という印象ではなく、クリエイティブでアートとか面白いことをやってる町というイメージを持ってもらいたく今活動を行っております。やっぱその思いとか行動から始まることによって、実際壁画とかも今では描くたびに蝶々とかが見に来るぐらいだったりとかしてるんですけど、自分らの思いを書いてたらそれを評価してもらえるようになってったっていう、その事例がこの双葉町が復興再生していくのにはすごい大事なのかなと。住んでる人口がゼロだからこそ、なんか面白いものは面白いで評価してもらえる状態なんだと思います、はい。今の現時点で双葉町むちゃくちゃ面白い人たちが集まってきてるんで、さらに若い方とかと一緒に双葉町を世界に発信していく町に変えていきたいと思っております。